鈴木直道は、日本の政治家、北海道知事、2011年から2019年2月までの2期8年、夕張市長を務めた。1981年3月14日、埼玉県春日部市で誕生、同県三里市で育つ、埼玉県立三里高等学校在学中に、両親の離婚により、母子家庭で育ち、経済的な事情から、 大学進学を断念する。東京都職員採用試験に合格し、高校卒業後の1999年4月、東京都庁に入庁した。19歳の2000年4月、都職員として勤務しながら法政大学、第二部法学部法律学科に入学し、地方自治を専攻、4年で卒業する。2004年卒業。東京都職員時代は、 東京都衛生局に入局し、東京都衛生研究所、東京都立北きた領域医療センター、福祉保健局保健政策部疾病対策課に在職した。2008年1月、福祉保健局総務部総務課主任在職中に、猪瀬直樹東京都副知事の発案により、北海道夕張市の市民化市,市民保険グループに派遣され、主に医療保険事務を担当した。2010年、 東京都知事本局総務部総務課主任として内閣府地域主権戦略室に出向。同年、夕張市行政参与。2010年11月25日、夕張市の市民グループ、夕張市長選挙を通じ夕張市の未来を考える有志の呼びかけ人である荒立浩二が北海道を訪れていた鈴木に新千歳空港で夕張市長選挙に出馬するよう要請した。 石原慎太郎東京都知事、猪瀬直樹副知事が共に立候補に3位を示した。11月30日に東京都職員を退職し、夕張市長選挙に出馬することを表明し、12月8日に同市へ転居した。2011年1月15日に記者会見を開き正式に出馬を表明した。同年4月の統一地方選挙の一環で実施される、 新人対決の夕張市長選挙に無所属で出馬し、自民、公明、みんな3党の推薦を受けた元衆議院議員の飯島ゆうかりや、実業家の橋場製造秀吉らを破り、初当選を果たした。全国最年少の30歳1ヶ月で市長に就任した。2015年4月、夕張市長に再選される。2019年1月29日、 現職の高橋晴美の人気満了に伴う2019年、北海道知事選挙に無所属で立候補する意向を表明、同年2月28日に夕張市長退任。記者団の取材に対し、自民党と公明党に推薦を求めると述べた。同年4月7日党開票の北海道知事選挙で、新人同士対決で、野党統一候補の石川智弘を破り、初当選した。 同年4月23日、高専第19代北海道知事就任。2021年7月22日現在でも、都道府県知事47名の中では最年少である。夕張市は、当時、財政再建団体に転落しており、富裕な東京都として、他地域を支援するとともに、財政破綻の影響を都職員に実感してもらうため、送り込まれた二人のうちの一人だった。 当初派遣は1年間の予定だったが、本人の希望もあって800日ほどに延長された。また特定非営利活動法人夕張観光協会、夕張再生市民会議、夕張子ども文化の会、カゼチャルにも参加した。2008年には、夕張メロンの果汁を使用した、夕張メロンポップコーンを考案し、夕張国際ファンタスティック映画祭でも販売した。二千九年七月、 夕張市財政再生計画に市民の声を反映させるため夕張再生市民アンケート実行委員会を設立する母校法政大学及び夕張市で調査実績のある北海学園大学の学生ボランティアに参加を呼びかけ二人一組で個別訪問する聞き取り調査やアンケート調査を行い夕張市の 全世帯数の26%に相当する1661世帯から回答を得る。2009年10月、市民の声を政府へ伝えるため、夕張市を視察に訪れていた、渡辺天根総務副大臣が乗車するバスに同乗し、およそ20分にわたり渡辺副大臣に夕張市の状況を説明した。同年11月、総務省で、 渡辺副大臣に報告書を提出し、夕張市の実情に見合った配慮を求めた。2010年4月からスタートした夕張市の財政再生計画には、調査報告書をもとに要望した除雪体制の見直し、老朽化した私立診療所の改築等が盛り込まれた。2010年3月、夕張市への派遣期間が終了し、最終日には多くの夕張市民が、 市役所前に集まり、幸福の黄色いハンカチを振って見送った。同年4月からは、東京都より、内閣府地域主権戦略室に出向したが、猪瀬副知事、藤倉はじめ夕張市長の意向により、夕張市行政参与に就任した。市長時代は、マスメディアから、日本一給料の安い地方自治体市長として、紹介されていた。財政再建団体のため、 月額給与は70%カット、退職金と交際費は100%カットしていた。2017年の年収は、市長としての給与が約251万円、その他の所得は約470万円だった。2011年7月、公約実現のための市長特命チーム、まちづくり企画室を設置した。2011年10月24日、 日本商工会議所の岡村司会等のもとを訪れ、財政赤字の解消に尽力している状況を説明し、工業団地への企業誘致を進め雇用の創出を図るとともに、有給温泉施設の活用事業者やサッカー場などを兼ね備えたスポーツ施設のネーミングライツスポンサーの募集など、民間の力を生かした取り組みを語った。2012年1月6日から9日まで、 カタール国教育、福祉復興支援事業北海道夕張親子で、ゆきんこりフレッシュキャンプを開催した。被災3県の子どもたちと家族700名を、カタール国の支援により受け入れた。前年夏に、福島市の主催事業で、福島の小学生らを受け入れた際に知り合った、石原洋三郎衆院議員が役員を務める日本、カタール友好議員連盟を通じて、 義援金の活用をカタールに要請し、中日カタール大使から約7000万円の支援があり、実現したものである。この時点では、国内最大規模の受け入れとなった。2012年1月20日、内閣総理大臣の野田義彦に面会する。カタール国国務外務大臣、ハリドアル・アティーヤをはじめ、岩手、宮城、福島各県の親子と共に、首相官邸を訪問する。 カタール国が教育、福祉分野における復興支援事業の一環として、東日本大震災の被災地の子どもたちの心のケアをサポートするため、カタールフレンドシップファンド教育、福祉復興事業を設立したことについて、野田に報告した。また、財政再生計画の期間短縮実現のため、野田にリーダーシップの発揮と現状を説明するための再度の面会を要望。 震災被災地から財政再生団体を出さないようにしていただきたいと要望した。2013年7月30日、夕張メロンを世界に通じるブランドにするべく、カタールへ渡った。鈴木自身が手荷物で約50玉のメロンを運び、アティア外相に贈呈、現地王族にも振る舞い、好評を得る。例白3日の強行日程、渡航費用など30万円は、 死費、メロンは、夕張市農協からの無償提供であった。翌年には、夕張メロンのアジア発輸出が決まる。2016年6月、夕張市の高齢化率は、約49%。高齢化の先進地域です。と夕張が抱える、高齢化問題に触れ、どういう医療、介護サービスを展開できるか。とりわけ財政的に厳しい制約がある中、どうやって、 最高の効果を生み出すか、夕張りの取り組みは今後、他の自治体にとってヒントになると思います。と述べた。2016年8月8日、北海道旅客鉄道本社で、島田治社長と会談し、赤字が大きく、同社単独での維持が困難な線区として、秋にも公表すると見られていた、赤昌線の新夕張駅、夕張駅間の廃止を、市長側から提案した。 鈴木市長は会談後、記者団に座して敗線を待つのではなく、攻めの敗線を提案したと説明。市民の足を守ることを第一に考えた鈴木市長による異例の逆提案は話題になり、鉄道のあり方への問題提起ともなった。その後協議を続け、早ければ2019年3月にも廃止することで合意し、JR 北海道から 市の交通施策への協力や JR 所有の土地、施設の利用、社員の派遣といった条件を引き出した。一方、複数の自治体が関係する他の維持困難選挙の地域からは、夕張支線のケースは例外だとの指摘もある。2016年11月4日、総理大臣官邸にて、菅義偉内閣官房長官と会談。地域の再生を目指した。 新たな財政再生計画に対して国が財政面などで最大限の支援を決断するよう要請。これに対し菅官房長官は同日午後の記者会見で政府としてもどのような支援ができるのか今後検討していきたいと述べた。2018年3月 JR 赤昌線夕張市線配線合意の覚書締結。締結後。 協力した関係者に感謝を伝えるとともに、明治25年11月の開業から120年、あまりには経って、夕張と共に歩み、夕張の街を支え続けてきた夕張支線。廃線により、その長い歴史に終止符を打つことになります。歴史の重さを実感するとともに、今ここから、持続可能な交通体系のモデルといわれる、新たな歴史を作っていきたい。 というコメントを発表した。2014年5月29日、日本国政府が集中的に支援を行う地域活性化モデルケースに夕張市が選定される。コンパクトシティの実現に向けた取り組みや地域エネルギーの有効活用などを提案、政府の審査を受け、応募135件から33件に絞られたもの。対象地域には、 中央省庁から課長クラスが派遣され、税制や予算、規制緩和などで、よりスムーズに優遇措置を受けることができる。2014年10月、コンパクトシティ化に向け建設された、普段地が年間の住生活月間功労者、表彰国土交通大臣表彰を受賞する。2015年1月22日、コンパクト式と夕張再生エネルギー活用による、 元気創造への挑戦が評価され、政府が進める地方創生の具体的な施策の地域再生計画に認定され、首相官邸で認定所授予識が行われた。2015年6月28日、高市さない総務大臣が夕張市を訪問、財政の立て直しは順調に進んでいると評価した。保育料は近隣町村と比べ高い水準にあり、 子育て世代が市外に流出する一員となっていると聞いた。再生実現のためには、若い世代の定住促進が重要だと述べ、財政再生計画に計上されていない、保育料の引き下げなどについても、前向きに対応する考えを示した。2015年7月12日から13日にかけて、石橋茂地方創生担当大臣が、夕張市を視察した。 夕張をどうするかは、地方創生と、これから、先の日本をどうするかに直結する。新しい日本を作っていく上で、モデルとしたいなどと述べた。また、人口減少に対応して、都市機能を集約する取り組みを進める夕張市の姿勢などに触れ、厳しい状況に置かれている夕張だからこそ、現実的なアイデアが出てくる。夕張の事例を広げることができればと評価した。 2017年、財政再生計画変更の総務大臣同意を得る際、高市総務大臣は、この計画は、夕張市が実質的な再生に向けて新たな一歩を踏み出すためのものであり、鈴木市長のリーダーシップに期待をしていると述べた。2018年6月、 財政再建団体になった時の負債の総額は353億円であったが12年の時を経た2018年には債務は約140億円減る一方で行政サービスの低下や公共料金の引上げで地域の衰退も加速し破綻時に1万3000人だった夕張市の人口は8300人まで減った夕張市長時代の2017年2月 市が所有するホテルマウントレースイマウントレースイスキーバ、合宿の宿ひまわり、夕張ホテルシューパーロの4施設を中国人であるクレのタイラが経営する不動産業者の元大リアルエステートへ約2億4000万円で売却している。同社は中国などからの観光客の取り込みを目指し、同施設の改修や広告などに約100億円を投資する計画であると説明していた。その後、 同社は2019年3月に同4施設を香港系ファンドに約15億円で売却し13億円の転売益を得ている。また、市はこの資産売却時に固定資産税の3年間免除もつけていたことも判明している。転売禁止条項をつけることも可能であったが、市長は売却当時の市議会で社長が転売しないと言っているから、 転売禁止条項は付けないと答弁していた。なお、新千歳空港に乗り入れている中国系航空会社が2016年にそれらの4施設の購入を10億円以内で購入するために鈴木直道市長に面談を申し入れたが、それを拒否していたことも判明している。緊急事態宣言2020年1月28日、北海道で 初の新型コロナウイルス感染者が確認された。中国人の渡航禁止令が出されない中、札幌市では毎年200万人が訪れる札幌雪祭りが開催された。感染者が増えると、鈴木は週末の外出自粛を呼びかけていたが、道内初の感染確認から1ヶ月後の2月28日、北海道では 国内最多となる64人の感染が確認された。同日、鈴木は全国初となる新型コロナウイルス緊急事態宣言を出し、2月28日から3月19日までの約3週間、同民の外出自粛を求め、学校を一斉休校した。その結果、3月17日には1ヶ月ぶりに、 道内の感染者がゼロになるなど効果を上げ、予定通り3月19日に緊急事態宣言は解除された。政府の新型コロナウイルス感染症対策専門家会議においても北海道モデルが成功したと評価された。北海道新聞は4月3日から4月5日に世論調査を実施した結果、鈴木直道知,知事の支持率は脅威の88%を記録した。 また、緊急事態宣言の支持率は95%であった。緊急事態宣言全国で感染が拡大すると、4月7日政府は緊急事態宣言を発表、東京都、神奈川県、埼玉県、千葉県、大阪府、兵庫県、福岡県の7都府県を対象とした。これに北海道は含まれていなかったが、札幌を中心に感染の第2波が広がったため、 4月12日鈴木は2回目の緊急事態宣言を札幌市長の秋元勝弘と共同で北海道札幌市緊急共同宣言として発表し外出自粛を呼びかけた政府が新型インフルエンザ等対策特別措置法を整備する中1回目2回目の宣言とも法律に基づかない北海道独自の判断で言った4月17日政府が 全都道府県に緊急事態宣言を拡大。4月20日、鈴木は道内の飲食店など事業者に対し特措法に基づく休業要請を行い、合わせて道と道内自治体と連携し、最大30万円の支援金を給付する枠組みを発表した。5月上旬、札幌では東京に次ぐ感染者数となり、鈴木は危機感を表明。 緊急事態宣言を延長した。5月25日、感染が下火になったことから、政府は緊急事態宣言を解除。北海道でも宣言は解除としたが、鈴木は5月31日までの外出自粛継続を呼びかけた。5月31日道内事業者に対する休業要請を全面解除した。合わせて事業者等に対し7つの感染対策を店舗等に明示する。 よう、新北海道スタイルを作成し、実践を呼びかけた。ありがとうございます。